終わらない。斉藤さん聞いてるよ。興味ないよ。あ、そう、2。ようやくここからが本当の勝負になってくる。気を引き締めていきましょう。初戦の相手、なんと投手2です。あら、え、去年2回やったロケです。2回やって2回目。うわ、また来た。予選でやってトーナメントの会社の方で負けた。また仲良くなることは間違いない。そうだね。あの盛り上がったとこだよね。そうそうそう。会う時って。あの人は前回で、ね、はいはいはい、今回と当初2年バーってやった。今回多いな、そういうの。なんか逆が B の1位のマニラと C の2位のシェムリアップ。この勝った方と準決勝。おーい、シェムリアップやれるやれる、勝ったらやれる。シェムリベスト4かけてやれる。決勝でまたバンコクと当たって勝って優勝。もう見えてる、見えた、見えてる、見えた、道が開けたぞ。リベンジしまくるじゃん。道が開けた。去年のずっとリベンジ。去年のライバルチーム甲州に勝ってシェムリアップ倒して最後バンコク。シェムリアップ勝つこと全然。マニラ、マニラじゃない。で、バンコクで2勝って優勝っていう、もうそういうシナリオができた。見えちゃいました。見えました。ドラマが。全力で、総力戦で、よし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 、